なんかよくその自分私たちの人間のことをこう、うん、スマートフォンとかパソコンに捉えたりする話ってよくあるじゃないですか。自分が今持ってるスマートフォンでもなんか何回もあのバージョンアップ求められたりするよね内側の何んん、うん、て何とかさバージョンアップしますかみたいな。うんうん だから、一個のスマートフォンを持ってる間ですら、どんどん、その、インターネットの世界では、なんか、どん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 、こう、バージョンアップしていくってことをずっとやっていて、うん、なんかこう、自分はせっかく使い慣れたなと思ったら、なんか、もっといい機能になりましたとか。 で、またそれ、それが入っちゃうと、ちょっとまた使いづらくなって、うんうん、で、また慣れ親しんできたら、もう一度バージョンアップを求められたるとか、うんうん、そう、なんかちょっとそういう人間がもうちょっと追いつかないぐらいのスピードで、えー、こっちの機械の世界、インターネットの世界は本当に、あの、どん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 進化、成長し続けてるんですけど、今日の話は、その、 外側からっていうか今までの自分のすべてを一旦終わらせて、はい、モデルチェンジ、うん、機種自体を変更していくっていうことを、えー、考えてみようという話になるんですよね。という話になるんですよね。例えばその風の時代の象徴っていうのは風の流れに乗るっていうイメージで考えていくと。うん うん羽があった方がいいよねとかさうん、うん、思いませんなんかはい、はい、こう風の流れに乗るには、うん、なんかこう羽ばたけるようなものが必要だよねうん、うん、みたいなうん、うん、でも羽ばたくには、えー、まあ羽っていうのは今あの比喩で象徴的な話の意味合いで言ったんだけど羽ばたくための骨組みみたいなのが必要になってくるじゃない かかるかな骨組みっていうのは、はいえー、羽を羽をこう羽ばたかせるには骨組みがないと羽って広がらないよねバーって。とかその風に乗るための、ま、日本のこれ特有な風舞もでも今はあんまりやってないと思うけど、うん、タコ揚げとかも骨組みが必要で。 あの骨組みがないと風に乗れないんですよね。だから私たちが考えなきゃいけないのは、はい、その風に乗るための骨組みみたいなものを作ることがモデルチェンジで、うん、でその骨組みって何なのかっていうと、自分の一つ一つの、えー、捉え方っていうか考え方みたいなものを、骨組みを変えていかなきゃいけないんですよ。最初にね。最初に。 だからんとこれ話すとちょっと長くなるけど自分が、えーまあ、やりたいこととか望んでることがあったとしたらそれはどれぐらいの羽の,あの大きさでそこまで飛べるのかなみたいなことを考えていくんだけど例えば <laughs> すごいなんか海外に暮らしたいのに何だろうなサイズ感がその。 翼の羽のサイズ感がスズメぐらいじゃさ、うん、ちょっと難しいじゃん。で海外とかそっちまでこう世界に広げていきたいみたいな羽だとしたら、うん、もうだいぶなんか大きな羽で、うん、ものすごい長距離飛べるような羽の方がいいよね。ってことはだから自分の骨組みを考えるっていうことは自分がどこまで要は。 飛んでいきたいのかなっていうか、うん、っていうことを考えるっていうのがこのモデルチェンジっていう意味なんですよね。あなるほどね構造自体を変えるというかうんうん、うん、そうその構造を変える時にもあの、うん、飛びたい距離とか鳥も種類いろいろあるのでうん、うん、のどういった翼 デザインが適してるのかとかと、うん、そ,そ,そういう本当にプランニングが必要ななんですねそうなのプランニンニグっていうまあいい言葉だと思うんだけどあの自分のプランニングを自分で作るっていうことってあんまりもしかして知の時代は意外にやってこなかった人が多いかもしれないんですよね。 なんかこう決まったプランがあって A プラン、B プラン、C プランでどれにしますみたいな。じゃあ私はじゃあ B プランでしょうがないこれしかないからみたいな。うんうんそう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 。それだと本当の望んだものではないですもんねその中での一番ベターなもベストなもの。そうそう。うん の時代はうんうんうんなんか A か B か C で言うならじゃあ C かなとかさ、うんうん、だから向こうが作ってきたプランの中で選んでくださいねみたいな感じのが地の時代で、うん <laughs> うん、で自分が作り上げようとするといやそんなの無理でしょみたいに言われたりとか。 言われてきたみたいな感じの流れが地の時代だったんだけど、はいはい、風の時代っていうのはもう完全に全て全部なんていうのこういうのフルオーダーみたいな感じです。自分でプランニングして、はい、自分でプランを考え、うん、自分で骨組みを作り最適なデザインをこうカスタマイズしていくって感じですね。そ、うん、そううううです、うん、うん、うんうん なのでだから、うん、ちょっと今のこの時期そこをずっとほらこれかこれかこれかどれにしますかって言われて続けたのがあまりにも私たち長かったから、うん、急に自分でプラン作ってくださいご自由にどうぞって言われるとすごい困惑しちゃうんですよね。うんうん、あそこここの違いででですねななんかこううんかかうううう今ままととと同じややり方でやろしして結構 決めるのって結構簡単じゃないですかオプションはこれがあってじゃあその中からで選ぶのはすぐ行動すればよかったんですけどそうじゃなくてそのプランニングの時間、うん、こう熟成させる時間が、うん、あの、はい、必要っていうことですもんね。そうだって自分でプランニングするってことは、うん、何が好きでどうしたくてどうなりたいかはっきり分かってないと、うん、プランの立てようがないからだから。 困惑しちゃうんですよ、ね、だからだまあ多くの人の悩みは、うん、その今の自分今の生活今のライフスタイルはこのままじゃ嫌なんだけど、うん、でもどういうういいいいプランにしたかかは分からななっていう人なんですあそうですねまあ慣れてないからうん、うん、あんまりそういう考えることに慣れてないですもんね。でも今、ま、このままじゃ嫌だっていうことだけは分かってるって感じ。 多分そういう人の方がすごく多くてで今すごく模索していて、うん、そのいろんな情報を見たり聞いたりしながら、うん、あ私は本当にどうしたいのかなっていうふうにまあこうチェックしてるっていうか再構築する手前ぐらいの今段階なのかなっていう気がするんだよね。それ,それなんだけど なんとなく時代の流れを見ているとなんかもう先に行ってる人っていうのもだんだん目立つようになってきてるっていうかもう自分でプランニングして自分でその、うん、どん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 それを実践して実行してる人っていうのも目につくようになってきてるから、うん、なんか置いてかれちゃったらどうしようとかもしくはもう自分はもう遅いんじゃないかとか。 っていう焦りもやっぱり同時に起こってるんじゃないかなっていうか今そういう時期なんでしょうねっていうのをいろんな人のいろんな相談とかを聞く中であの感じたりします、うん、でもその人たちは私たちがこう何も考えてない時にきっとプランニングの時間とか自分に向き合う時間をきちんととっていて一つ一つきっとそれを形にしてきた方たち、うん であってじゃあその人たちが、うん、その人たちにとってベストな形を作ったそれを私も本当に欲しいのかって言ったら、うん、多分ちょっと違うしそれをもう一度自分に当てはめてその段階をちゃんと踏んであげる時間を取るとか、うん、そういうことがきっと必要になるんですよね。そそうだかかららの、うん、の人たちが作ったもも作,作っってててき骨組みははもやずい時代 その風が来たからうん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 ちょうど船組み完成ぐらいなもう完成まし,しながら地の時代でもやっていて風が来たからそれにブワーって乗ってった人っていうのはやっぱりたくさんいるから、うんまあ、たくさんといってもそんなみんながみんなっていうよりはごく数パーセントだと思うんだけど、はいうん、でもそれ,にそれを見ながら焦るっていうよりは。 そっかってそのみんなはそういう人たちは先に骨組み作ってたんだなっていう風にまず受け入れて、うん、そうですね。うん、そうじゃあそっかじゃあ私は私の骨組み作るんだよねっていうことなんですよ。うんうん、うん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 その人たちを今度眺めていいなとかいうだけではなく、うん、あの特別だからその人たちが骨組み作ったんじゃなくて今みんながその自分の骨組みを作っていく、うん こととを求められてるといるうか、うんうん、だからもうその外側からあのこれとこれとこれとこれのプランどれがいいですかっていうものを選ぶっていうよりかは自分のオーダーで自分の骨組みを作っていくっていうのが本当にこの2021年のかなり大きなそのキーになってくるんじゃないかなというふうには思ってます。うん、うん で2020年はねそれどころじゃなかったからなんかほ骨組みっていうか古い骨組みがバラバラになっていったのが2020年で自分っていう今までこれが私だと思ってきたものがこうどん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 壊れていったのが多分2020年。だからその価値観とかこうあるべきとかね、うん、こうしなくちゃみたいなものがどんどん壊れていってでやっとこう 新しくあのバージョンを変えるっていうのが始まったのが、うん、この2021年なんじゃないかなっていうふうに思うので。だからモデルチェンジするにあたり自分がどういうモデルチェンジをしたいのかを、えー、ちゃんと真剣にあの考えていくってことをここを そうだな。できれば前半戦までにそれを終えてほしいかなと思いますね。うんうんうん。うんうんうん。2021年の前半戦までに。うん、で、その骨組みがまあそれぞれ出来上がったら、もうあとはもうそれをその骨組みで飛んでいくだけなので、うんうん。うん、のしっかりとした骨組みを、で、そこにこう肉をつけていくっていうか、肉付けしていく感じになっていくんですね。うん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 。うんうん だからまず土台骨組みをちょっと作っていくってことをあの考えてみたらどうかなっていうふうにはいはいありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。